横駅は、滋賀県長浜市横丁下横にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅である。駅番号は、JRA04。島式ホーム一面二線を持つ、地上駅。改札と島式ホームの間には、古船橋や地下道ではなく、構内踏切とスロープを利用する。そのため段差がなく楽に行き来できるようになっている。かつては、下り本線と上りたい線。 上り本線の3線構造で、上り本線は、ホームのない通過線の構造であった。国鉄民営化後に上り1番線を、使用停止とし、ホームを登り、本線まで競り出したため、ホームは、かなり幅広である。上りホームは8両分傘上げされているが、下りホームは4両分のみの傘上げである。簡易委託駅で、マルス端末、ポス端末とも設置されておらず、 携帯車発揮によるレシート型の乗車券を発見する。なお、前原駅が当駅を管理している。IC カード専用簡易改札機が設置されている。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。ホームからは、ヨゴ湖を望める近くに、駅名の由来である。ヨゴ湖があり、釣りやハイキングが楽しめる。 周囲一面を水田に囲まれており広々とした景色が広がる。新快速が乗り入れており、日中は隣の大市を通駅で、湖西線経由の京都、大阪方面行き新快速に乗り換え可能なダイヤになっている。しかし、乗客の流れは、前原駅経由京都、大阪方面行き新快速を利用するか、朝晩には長浜駅、 前原駅で普通列車と新快速に乗り換えている。湖西線経由で京都、大阪方面へ向かう乗客は少ない。大阪駅から前原駅経由当駅までは新快速では前原駅での増結作業があるため4両編成の車両に乗車する必要がある。ありがとうございます。